それではですね、本日忘れられない日曜日にしましょう。乾杯！乾杯！日東本時代こういうイベントっていうのは初めてです。初めてですか、はい、なんで今回 OK デッカさん、今50過ぎて、親父のチャレンジございます。あ、新たなフェーズに入るということですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、手元が狂ってます、大丈夫ですか？うるさい、ね、切るとき固定やられないかな。下にテロップ、桜葉とか余計来なくなるかな。なんでそんな卑屈になってるんですか？でもジャンブさんってあんまこういうフェスみたいなのないんですか？あんま参加はされてないですか？祭神はやってますけど、はいはいはい、こういうイベントみたいなのは基本焼肉じゃないですか？そうですね、はい、なのでやりづらいですよ、確かに。なんかそうなんですよ。あ、持っていけないですね。確かにそうです。まあこの時期でよかった。夏だったらもう肉が溶けて切れない。なるほど。夏にオファーいただきたいと思いますね。いやいや、切れないって。今日は何を作っていただけるんでしょうか？今日は、黒豚のとんかつ、はい、そこに自家製のビーフギャルムとか、ラズベリーのピューレとか、モンスター、串カツ、あとスープオフマージュっていう、フランスの僕が修行したお店のシェフの地元の郷土料理なんですけど、そこにトリュフを合わせたのが2つ、はい、ありがとうございます。ちょっと初めてなんですけど、ちょっと喜んでもらえるように頑張ります。ありがとうございます。そうで、一言だけお願いします。はい、今日のよろしくお願いします。本当に一言だ、やっぱり。ありがとうございます。めっちゃ楽しみます。はい。
3回目でいただきます。普通。